池島宮城島変座島浜東島,島浮丸島南浮き島横津半島やぶ島津県島,島沖縄本島海中道路近湾中ぐすく湾横津半島と横津諸島の地図宮城島は沖縄県うるま市に属する島で沖縄諸島のうち横津諸島を構成する太平洋の有人島である沖縄本島中部の東部海岸に突出する カツ半島北東約7キロメートルに位置する。面積5.54平方キロメートル、周囲1 2 2 4トルの島で、平安座島と池江島の間に位置する。2012年4月現在の島内人口は813人。島全体は、第3期の霊岩、砂岩を主とする島尻草岩を基盤岩とし、その上部は、琉球石灰岩に覆われている。 全体的に三角形状の島で、西側にある標高約100メートルの平坦で三角形状の第一と東側の標高約50メートルの半島地形を有し、海岸線は西側よりも東側で入り組んでいる。島西側の第一平面は西方向に緩やかに傾斜し、その周囲は旧外となる。第一の東端は宮城東西高峰のひいた木で、 標高は121.4メートルであり、海塚時代中期の高根遺跡が立地する。この大地は方言でイーバルと呼ばれ、宮城島の面積の大半を占め、土地改良事業により整備された高地が見受けられる。琉球石灰岩と島尻草岩の境界面から地下水が湧き出し、島北東部に多く見られる。平安座島と宮城島まで 池島と宮城島との間の海峡は、風気汁水道と呼ばれ、潮流は早い。沖縄本島南部の知念半島から池島まで伸びる、珊瑚礁は中条湾と金湾の堤防として、役割を担っている。当初の宮城東前島は、カツレン紛りに属したが、1676年に平田まぎりを経て、1687年にヨナグスクぎりの管轄となる。 琉球処分後の1896年、そして2005年4月1日に近隣の自治体と合併解消し、うるま市となる。宮城島は池谷、上原、宮城、桃原の4つの大技で構成される。上原と宮城は島東部の崖下に、池谷は島北東の漁港近くに、そして桃原は島南部の平坦な低地に位置する。元来、宮城島は、 宮城村一村であったが、1676年に、上原村と、戸わぐ村の二村が、宮城村から独立する。詳細な時期は不明だが、明治初期に、戸わぐ村が上原村に編入合併され、1908年に、全二村は、与那ぐす村の大技となる。1947年に、宮城から、池谷寺が、さらに上原から、桃原が分離した。上原地区の小技に、 トアグは確認されないが、トアグ森という廃所は存在する。宮城島に南接する平安座島の平宮は1974年に埋め立て地に新設されたあざなで、平安座島と宮城島両島の頭文字を取って名付けられた。宮城島は方言で奈良串区と言われるが、同島の宮城地区と区別するため、宮城く島とも呼ばれる。また、宮城島は、 標高の高い領給を有するため、氷島とも別称される。商法国絵図には、宮城島、ペリー日本遠征期と、ペリー帝徳沖縄訪問期には、花火と記載されている。1623年頃に編纂された、おもろさ牛の、かつれん、串川おもろには、宮城島に関係するおもろが3種あり、それらに見られる、宮城は、宮城島もしくは、 宮城地区を指すと思われる。死ぬぐ道遺跡宮城島中央部の標高約100メートルに位置する死ぬぐ道遺跡は、貝塚時代中期の遺跡と思われ、炭素年代測定により約3000年前とされる。当遺跡は段球状に形成し、東側の崖下に貝塚もある。1972年の発見以降、1983年から翌年にわたって、 沖縄県教育委員会は詳細な発掘調査を行った。その結果、縦穴式住居四42件、歴床住居跡18件が確認された。縦穴式住居の床面は縦約2メートル、横約3メートルの四隅が丸い長方形をなし、深さは平均30センチメートルで、壁面は石灰岩の積み石で覆われていた。歴床住居跡には、 人間の拳ほどの大きさの石を地面に付設し、縦約2メートル、横約5メートルなどの広さを有する。暖炉跡は縦穴式住居の中央に、歴有化住居跡には単足に形成されていた。住居跡の切り合いが見受けられ、幾度も住居の建築を行ったと考えられる。出土死体物は瓦け石器、海製品が多く占めたが、 イノシシジゴのウミガメなどの骨も発見されている。また、宮城地区東海岸の丘陵上に位置する、マリグスクア跡には、グスク時代に組み上げられたノズラズミの石垣が残存し、14から15世紀頃と思われる中国製の陶磁器が出土している。1322年に、西場によって滅ぼされた、亡き人城の主亡き人アジの家臣が南山への逃亡中に、その妻が、 三家月、途中の宮城島で出産、そのまま彼らは定住し、泊りぐすくを築いたとされる。また、泊りぐすくは、池江島の池江ぐすくとの戦いに敗れ、生存した一族は、宮城島内で集落を作ったと、言い伝えられている。宮城島には、死ぬぐど遺跡や、泊まりぐすく以外にも、海塚時代からぐすく時代までの遺跡が多数存在している。上原地区には、 死ぬぐ道遺跡と、ほぼ同時代の高根遺跡と、桃原地区の桃原貝塚などが挙げられる。高根遺跡は、宮城島の最高標高に位置し、縦穴式住居跡や、歴有化住居跡が発掘され、また遺跡内には、石碑が混流されている。当初の宮城島前島は、カツレン紛利に属していたが、1676年に、平田紛利、1687年に、 ヨナグスクマギリの貴族となる。また、宮城島は、宮城村一村であったが、1676年に、上原村と、東和村の二村が、宮城村から独立した。池屋地区は18世紀に、沖縄本島のシュリや名護からの入植者により、形成された集落である。ナムサン王国最後の国王、タロマイが、宮城島の上アネグスクに逃亡したという意。昭が、 北山王国を滅亡したとされる1416年、亡き人から、久しあじの祭司が、宮城島に逃れ、後に永住したという。旧ュによると、宮城村で80歳で死去したキナリュウオキという、老人の墓中から、生前よく彼が歌った、神映が聞こえたという。また、旧ュには、変座島沖で琉球王国時代の宮城島は、政治思想藩の流刑地として利用され、 1734年に処刑された平屋敷アサビンの妻子は当時へ移送された。その際、アサビンの妻は以下の竜火を残したとされるが、アサビンの子孫が読んだ歌とも言われている。氷刀や物知らせどころにや物知やベタン、私ちだば売れ分け、氷刀は恐ろしく寂しいところで悲しいことや辛いこともよくわかりましたから、どうぞ本当に渡してください。 平屋敷やサビンズマ、808種目、氷雪、流火全州宮城島は常に水不足に陥り、上原村南の崖下から流出するヤム川から水を汲み取っていた。1849年に用水路を新設し、奥、向川沿いの水田開発を行った。また、天根水田にも考え用水を引くなどの功績を、王府から称えられ、親雲も上らに借位を与えた。 上原地区の番線という泉は、与那城切りの発足時に石積み工事が行われ、また1849年にも、修理の石膏、大工職人によって手が加えられた。泊まりぐすの海岸に漂着した大木を島民らは、引き上げられず、途方に暮れていたところ、大木に乗った新城が温度を取ると、糸とも簡単に運ぶことができたという。宮城地区の宮城御殿は、 その大木を用いて建てられた神殿であるとされ、2005年1月27日に新築された。1995年6月14日、番泉と宮城御殿は共に、うるまし指定文化財に指定された。氷雪の下避番泉宮城御殿に池島の大泊海岸から望むシーバース。琉球処分後、桃原地区に、那覇、首里からの人々が集まり、さらに平安座。 浜東島の島民も開墾者として入植し、新しく集落を形成した。戦前の宮城地区は、ヤンバル戦が多く集結した平安座島へ赴き、交易を行っていた。沖縄戦前後の時期における池味地区は、フィリピンや南米への移住者30世帯を送り出した。1945年の2月から3月にかけて、行われたアメリカ軍の空襲により、 被害を受け、民家の他に、学校や生徒工場も破壊された。また同年の4月2日に米軍が、宮城島東に上陸。アメリカ資本の石油会社ガルフオイル社は、沖縄へ進出すべく、1966年10月までに、近湾周辺地域を石油備蓄基地の建設候補地の一つとして挙げていた。当初の計画では、宮城島に石油基地、 池江島に聖油所を建設する予定であった。池江島では誘致に大むね賛成であったが、宮城島では賛成派と反対派に2分した。島内反対派は1967年3月16日に宮城島を守る会を賛成派は工場誘致促進委員会を結成した。5月8日の与那城村会議では、ガルフ社誘致が議題となり、全会一致で、 誘致の早期実現に関する要請決議を行い、7月1日に石油事業誘致特別委員会を設置した。しかし、7月19日に宮城党内で賛成、反対派よる障害事件が発生するなど、両者はますます対立した。もともと党内の賛成派は反対派よりも多数で、あったが、反対派が所有する土地が建設予定地の半分以上を占め、 さらに賛成、反対派の所有地が点在し、用地取得が困難であった。その上、反対派へ幾度の説得を行ったが誘致の指示は得られず、結局宮城島での CTS 計画は頓挫した。その後、隣のタイランザ島への CTS 建設が決定した。ガルフ社撤退後の1971年にアラビア石油も宮城島に、 石油基地建設を計画していたが、宮城伊藤を守る会の反対運動により再び阻止された。1989年にリゾート開発の構想が浮上したが、建設予定地が土地改良事業の整備予定地であったことから、またしても反対運動により計画は中止となった。互いに隣接する島で同じ土地所有形式を持ちながらも農業を 主な産業とする宮城島と十分な農地に恵まれない大乱座島の両島には地理的な条件のほかに経済、社会的にも相違が見受けられる。1894年宮城島島内に所在したあたえまさる人情高等小学校の分校が宮城小学校として開校。1948年には宮城諸島学校に平地校として宮城中学校が創設。 さらに1958年に宮城小学校から桃原地区に桃原小学校が分離、独立した。しかし、平安座、池、浜日賀を含む4等の小中学校が廃止され、2012年4月に平安座島にうるま市立、綾橋小中学校が開校した。宮城島島内に所在した小中学校桃原、小学校宮城小学校宮城中学校、 戦前において、上原地区では、さつまいもやお麦、豆類が栽培され、池味では、牛などの畜産業で有名であった。1963年の大干ばつにより、島内で行われた稲作は、スタレ、それ以降は、サトウキビを主に生産している。島内に、生糖工場が建設される前の昭和初期は、サトウキビは、黒砂糖に加工され、仲買人により、 当該に運ばれた。そして、1929年に、上原地区で、組合が発足し、小規模の政党工場が設営された。その後の1932年には、島内の佐藤生産工は、当時の与那城村全体の3分の1以上を占めた。佐藤きびをしようとした農業が中心で、他に、紅芋や旗箱の栽培も行われている。 1981年の桃原漁港における漁獲港は約98トンで、当時のヨナグスク村内で最も多く、タイやイカが水揚げされた。他に池味漁港の1981年における漁獲港は約50トンで、主に味が取れた。戦前は松の木で作られた小舟で、船頭二人で約10人の乗客を漕いで沖縄本島を行き来していた。 また、干潮時には、宮城島から平安座島を経て、本島の葛連半島まで干潟が出現し、そこを徒歩で往来していた。本島と河境する1975年以前は、5トンの定期船が、池阿寺港と本島の焼けな港の間を運航していた。さらに、池江島との河境以前も池阿寺港から、私船が出入りし、宮城島の玄関口として栄えた。 1972年に沖縄本島と平安座島間に全長約4 7 5トルの海中道路が開通。1975年に埋め立て工事が完了し、平安座島と宮城島が桃原橋で架橋した。1982年に宮城島と池島を結ぶ池大橋が完成し、沖縄本島の活蓮半島と平安座、宮城、 池江の山東が連結したことになる。島南部の桃原地区のみ、他の集落より離れているため、かつては標高約100メートルの大地を登って、学校のある宮城地区まで約3キロメートルの道のりを歩く術しかなく、陸上交通は不便であった。その後、大地東側の周焉を創業に道路が整備されている。また、1997年には、 浜比賀島と平安座島を結ぶ浜比賀大橋も完成したため平安座島を介して浜比賀島とも陸路で結ばれるようになった。うるま市では本島のヤけな地区とこれらの各島の相互間を結ぶ路線バスを運行している。ありがとうございます。